の種、ここはジャングルだ。ジャングル。このジャングルには恐竜の化石が眠っているらしい。なんだって。早速探してみよう。なんじゃ。母さん博士、化石発見しました。本当か、クモリンジュ種。それ本物のステゴサウルスじゃん。逃げろ。わー、クモリンジュ種大丈夫？何にぶつかったんだろう。これはキャラパケ発掘恐竜チョコじゃないか。チョコ。化石とはこのことだったのか。早速開けてみよう。これはスピノサウルスの化石だ。チョコの甘い香り。クモリン助手、食べるのはまだ早いぞ。白いチョコが割れないように周りのチョコを砕くんだ。了解しました。発掘が成功するようにグッドボタンで応援してね。ドキドキする。割れた。その調子だ、クモリン助手。ここ難しい。ああ、こっちも難しい。あとはサンサン博士、お願いします。よし、あとちょっと待たせなさい。ああ、足が折れちゃった。これくらいなら大丈夫だ。発掘失敗ですか。ギリギリ成功だ。やったー。カンサー博士、あそこにスピノサウルスがいます。本当だ、何かを見てるみたいだけど。あ、キャラパケ発見。バッグ取ってきます。どうやって上に行くんだろう。いやー、食べないでー。助けてー。何、クモリン助手。助かったー。あ、上まで登れた。ステゴサウルスさん、ありがとう。クモリン助手、ありがとう。マック、上にも見つけちゃったから先に発掘してて。わかった。次はどんな化石が出てくるかな。トリケラトプスだ。次こそ綺麗に発掘するぞ。ゆっくりゆっくり。できた。発掘大成功。サンサン博士、行きますよ。そこから落とすの。いっ、もう一丁。やー、無事でしたか。うん、2つも見つけたんだね。それじゃあ発掘しよう。次は僕が発掘します。よろしく。一つ目はアンキロサウルスの化石。二つ目は これは発掘が難しいと言われているブラキオサウルスだ。じゃあまずはアンキロサウルスを発掘していきます。お願いします。アンキロサウルスは尻尾が長いね。尻尾をハンマーみたいに振り回して自分を守ったんだって。すごい。サンサン博士、できました。素晴らしい。次はブラキオサウルスの発掘に挑戦だ。緊張するな。慌てずゆっくりやるんだ。ここはできるかわからないよ。折れてもいいから挑戦だ。難しいね。ブラキオサウルスさん、ごめんね。気を取り直してもう一回探そう。はい。この砂山、怪しいぞ。何か埋まってるんじゃない。なんだ、何もないじゃん。クモリン助手、黄色の砂を見つけたぞ。今度こそ何か埋まってそう。あ、キャラパケ発見。3つもあるぞ。よし、全部成功させるぞ。1つ目はスピノサウルス。さっきは足が折れちゃったから気をつけないと。サンサン博士、頑張れ。あー、今度は顔が。何枚何枚。悔しい。じゃあ次僕ね。2つ目のトリケラトプスだ。クモリン助手、頑張れ。任せなさい。大成功。すごい。それじゃあ最後の一個。いやー、これはレアの化石が出たぞー。
だ。みんなも発掘してみてね。とおり。お散歩楽しいね。どうぞ。なにあれ。あ、大きな卵。大きい目玉焼きできるかな。食べちゃダメだよ。見て、ここに恐竜マークがあるから、きっと恐竜さんの卵だ。大切に持って帰ろう。
そんな時はまた崩してみよう。ここに入れてから蓋をするんだね。大きいシップができたよ。ここに入れば、ティラノサウルス完成。やった、かっこいいね。ティラノサウルスは肉食で最強の恐竜って言われてるんだよ。さっきの恐竜さんたち、よしよし、さっきは痛かったでしょ。そうだ、みんなでノイズを追いかけちゃおうよ。背中の形がかっこいい肉食恐竜だよ。こっちはケントロサウルス、トゲトゲで体を守る草食恐竜だよ。よし、みんなで頑張ろう。うん、あいつらどこ行きやがった。なんだこの音。やー、なんでこんなたくさん。に、逃げろ。大成功。やったー。みんなよくやったね。
下がり恐竜が絶滅した。火山の噴火が原因だったの？ああちょっと待って、地球外生命体の攻撃によって恐竜が絶滅したとも書いてある。それってまさか宇宙人？バナナ人間？ちょっとクモリ何言ってるの？だって宇宙人なんているわけないじゃん。恐竜のクイズに答えてもらうわよ。どんなおもちゃ？それは、はい、なになに？ありがとう。ちょうどおもちゃ部からおもちゃが届きました。使うおもちゃはこれ、マグフォーマーダイナソーセット。わー、パチパチくっつく。それではクイズ第1問、いくわよ。この恐竜、なんちゃらな。ストレッチーズミュータント。戦え、ジャイアントバッファロー。何の恐竜さんを作っているかしら。はい、サンさん。プテラノドン？違うわ、ノーダイナソーよ。よーく見てみそ。アクション。はい、クモリン。あ、間違いで押しちゃった。2問目。よーし、当てるぞ。この恐竜、なんじゃろな。この恐竜さんは太く鋭い歯を持っていて、肉食恐竜の中でもとっても凶暴なの。みんなは分かったかしら。
わかった子はグッドボタン。よし、くもりみたいに勢いで。はい、サンさん。スピノサウルス。ノーダイナソー。大きくて強い恐竜さんよ。違うわよ。あの動き、あの形、わかった。ティラノサウルス。正解。ティラノサウルス。やったー。そう、これはティラノサウルスを作っていたの。サンさんにも1ポイント。これで僕たち同点だ。悔しいです。それじゃあ、ネクスト。第3問目は2人に作ってもらうわ。それぞれオリジナルの恐竜を作ってもらって、かっこいいのを作れたらポイントをあげるわ。任せんさい。やるぞやるぞやるぞ。早速スタート。何作ろうかな。ティラノサウルスのように強く、大きく、もっとかっこいいのを作るんだ。考えるんだ、サンさん。パチパチパッチン、パチパッチン。ん？パチパチパッチン、パチパッチン。楽しそう。お？なんだか体が勝手に。パチパチパッチン、パチパッチン。へいよー。パチパチパッチン、パチパッチン。あ、よいしょ。パチパチパッチ、パチパッチ。ジェケロー。ジャンジャンやるじゃん。クモリンのおかげさ。ノリノリで作ってるわね。できましたよ。じゃあ見せてもらいましょう。クモリンのは？僕はプテラノドンならぬカメカメの。ウミガメさんみたいに大きく、強く。そしてこのなかなかやるな。続いてサンさん。僕のは最強のサンサンサウルス。顔がサンさんみたいになってるわね。このいかつい体で敵をなぎ倒す。最強無敵僕サンさん。どっちもすごいわね。この勝負はドキドキ引き分け。どうだろう。2人とも頑張ってかっこいい恐竜さんを作ったわ。そう？やっぱりね。さあクイズ、この恐竜なんじゃろな。対決は引き分けとなりました。そしてこのクイズ対決で使ったマグフォーマーダイナソーセットはなんとおもちゃ部で借りられるかも。概要欄からおもちゃ部をチェック。大人の人と相談してね。ではまた次のクイズで会いましょう。バイバイダイナソー。今日は何して遊ぼうかな。ダンさん、あれ見て。なんだろう。ルーレットじゃない。あ、ほんとだ。恐竜の絵とクモリンの絵が描いてある。じゃあ僕が回すってことだね。あ、ちょっとクモリン、あれ体がルーレット、さっきのルーレットのせいかな。それたーり。
自分の絵に矢印が当たるまで頑張るんだな。ナイズメー、クモリン、僕が助けてあげるからね。みんな、僕が元に戻れるようにグッドボタンを押して。それにしてもステゴザウルスかっこいいね。確かに。ここのギザギザの部分を赤くして敵を脅したりしてたみたいだよ。僕にはできない。そんなことより早くルーレットを回さなくちゃ。今度はプテラノドンだ。元には戻れなかったけど、翼が増えてかっこよく空を飛べるよ。ああ、クモリン遊ばないの。プテラノドンって魚を食べてたみたいだよ。キャー、僕は魚じゃない。ところにバナナの木がある。ガンガン、ここで待っててね。ああ、クモリン、おにゃうまく取れない。もうクモリンたら、ノイズのいたずらってこと忘れちゃってるよ。ああ、また失敗だ。うわあ、今度はプラキオサウルス。早く元の姿できるように。グッドボタンを押してね。風船が割れてお部屋が汚れちゃう可能性があるから、真似をするときは気をつけてね。サンサンキッズのグッズ売ってるよ。下の概要欄見てね。風船は水できれいに洗っておいて、まずはチョコを溶かすわよ。はーい。ボウルにチョコを割りながら入れてね。わかった。
湯を入れたボールの上にチョコが入ったボールを置いてチョコを溶かしてね。大人の人と一緒にやろうね。どんどんチョコが溶けていくよ。この調子よ。できた。次は溶けたチョコをペットボトルに入れるわよ。2つ使うの？そうよ。1つは半分くらいに切って、もう1つのペットボトルの口の部分とくっつけたら、ここからチョコを入れてみて。うん、わかった。下のペットボトルにチョコが入っていくよ。本当だ。チョコが全部入ったら、風船を膨らまして、チョコを入れたペットボトルに風船の口をはめたら、逆さまにしてチョコを風船の中に入れてね。風船が割れそうで怖いな。ゆっくりやれば大丈夫。風船を動かしてチョコを全体につけるのよ。この風船の大きさのチョコエッグができるんだね。そうよ。できたよ。そしたら風船の口を結んで、冷蔵庫で固まるまで冷やしてね。チョコが固まったみたいだよ。それじゃあ結び目をハサミで切って、風船を剥がしていきましょう。キョッピン、ペリペリペリ。上手にできてる。チョコエッグの上に穴を開けてグミを入れましょう。どうやって穴を開けるの？包丁の先を温めてゆっくりチョコに当てるのよ。これは絶対に大人の人にやってもらってね。はーい。はい、できたわよ。よし、たくさんグミを入れちゃうぞ。僕だって。カラフルなチョコを入れても面白いわよ。これだよ。わあ、虫だ。さあさあ、これグミよ。なんだ、びっくりした。このグミを入れてノイズを驚かせるんだ。いいね。最後にチョコペンで模様を描いて、巨大恐竜チョコエッグの完成よ。虫も入ってるけどね。風船の周りにチョコをつけてもチョコエッグの形になるから、試してみてね。じゃあノイズを驚かせに行こう。おお、ノイズ。なんだ、チョコエッグならもう食べちまったぞ。そうじゃなくて、これノイズにあげる。なんだ、俺様にプレゼントなんて珍しいじゃねえか。食べて食べて。怪しい。まあ、いっか、いただきます。なかなかうめえじゃねえか。そうでしょ。なんか中に、いやー、虫だー。こんなもの食べられるかよ。あ、ノイズ待って。無理って教えてあげる前に逃げちゃった。ノイズは虫が苦手なのね。まあいいや、僕が食べちゃおう。そうだ。虫